皆さんに残念なお知らせがあります。前回の動画が先行評価いったので、タモリのモノマネはしません。どうでもいいわ。皆さんどうも、バーチャル YouTuber かぐや姫です。誰？ということで今回は、マインクラフトをいやいややっていこうと思います。おい。というのは冗談で、マインクラフトをめんどくさそうにやっていきます。まずはいつものようにこのカメラ目線になって挨拶する謎の儀式をします。挨拶だろ。いつもは F1 を押して下のバーを消すんですが、だるいのでやりま、とりあえずこのわけのわからないボタンがあるので押していきます。何も起きねえじゃねえか。シャキモボ女子傾斜ベーパー。うぜえな。すべてのボタンを押したらボタンが出てきました。わけがわかりません。なんか部屋に来たな。今回のハイフワールドは、三つの間というワールドです。つまり、三つマングローブの間ということです。は？何これ？作者さんのメッセージだろ。シャシャクシャクシャベルブックさんという方のハイフワールドですね。まあ一時停止して読み上がれくださいませ。何様だよ。なんやかんやで始まりました。ここはなんだ。なんでしょうね。なんやかんやでインチャント部屋を見つけました。ここはなんだ。なんでしょうね。なんやかんやで新しい部屋を見つけました。なんか装備がいっぱいあるな。感圧板がありますね。ここはどこですか？私は誰？てな感じでね。やっていこうと思ったんですけども、何やら大きな部屋がありますね。チェストもあるな。お、作者さんか？シャシャクシャということです。なんと読めや。つまり3つのステージをクリアして鍵を手に入れるってことです。どういうこと？は？この感圧板は何でしょうか？踏んでみろ。お。なるほど。さっきの場所に戻りましたね。ここで装備を揃えるっぽいな。とりあえず揃えました。高評価お願いします。ということで最初はこの鉄のステージから行きたいと思います。お、始まったな。撮影という地獄の始まりで、前から敵が出てきたぞ。うわ。やばい。とりあえず倒せ。いや無理でしょ。とりあえずゾンビを倒して。意外といけるんじゃね？あ、結構余裕か。ちょ待って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 。てかこれ倒さなくてもいいでしょ。今までの時間返せや。知らねえよ。急げ急げ。弓に当たって落ちるとかそういうのいいから。そういうこと言うなや。なんとか到着。めちゃくちゃ見てるんですけど。うるせえな。あ、これわかっちゃいました。下のやつは完全に番号ですね。とりあえず看板を読みます。赤いブロックがほにゃらららららら。ちゃんと読め。ということは、赤いブロックが床だとして考えるってことですね。つまり、こういうことですね。そういうことだな。では撃っていきます。5、2、6、9、エンター。どうだ？お、音がしたぞ。皆さん、天才ですみません。黙れ。チェストがありますね。ラチョキパチピ。ラピスラズリな。さてさて、次は何でしょうか？真ん中に能力が上がるブロックがあるな。必要なのは跳躍力。ということはジャンプ力を上げればいいってことですね。どういうこと？バカ。とりあえず登れそうなところがあったので登っていきます。材料を調達。めんどくさ。多分この野郎を倒したら出てくると思います。鉄のインゴットが落ちたな。これで跳躍よ。ここを登ると起動ボタンがあるのでそれを押します。これで能力がつけれるってことか。意味がわかりませんね。わかるだろ。ここに鉄インゴットを置いてウサギマークをクリックすれば、なんとなんと、跳躍力上なんかついてる。バカ。これで結構高く飛ぶことができるので、普段行けなかったところに行きます。普段行けなかったところにミッキーマース。ここから見えるボタンに弓で狙ってボタンを押します。お。当たったな。おそらく下が開きましたね。開いていました。中身はパクチュパクピです。では進んでいきましょう。周りにまた数字らしきもんがあるぞ。謎解き系ですかね。先に進むとマグマがあって進めませんでした。終わり。おい。入ってきたところの下を見たらボタンがありました。お、道ができたな。道端アンジェリカ。奥の看板を見てみましょう。なるほど。わかりませんでした。多分ですが、この数字の色が関係しているので、私は何を言ってるんですか？頭大丈夫か？ここのボタンを押したら、むちゃくちゃジャンプできました。そして上には額縁があって、多分ですがあの数字の回数だけ額縁を回すんだと思います。なるほどな。とりあえず覚えています。黄色が4ね。オッケーオッケー、オッケーッケー。まずこれを5回回します。次にこれを7回。そしてこれを4回。で、間違ってるだろ。そういえば始まりは1からって書いてありましたね。ややこしいな。これでいけるはず。天才ですみません。この上が開いたので行きます。お、ボタンが2つあるな。その前にチュッパチャップス回収。は？この先はボスなので心の準備ができたらいけってことですね。まあ余裕なので行きます。お、来たな。この下にあるボタンを押したら出てくるのかな？よいしょ。お、来たぞ。なんかいっぱいいるんですけど、蜘蛛の巣邪魔なんですけど。なんとかしろや。おそらくこの中にボスがいるってことだと思います。多分目の前のあれだろ。というか死にそうなんですけど、パパイヤ鈴木さん助けて、蜘蛛の巣に引っかかって抜けなくなりました。死にました。その後7回くらい死んでしまいましたが、なんとかこいつ以外倒しました。こいつ体力多すぎ。全然ひるまねえな。お、倒しました。この鉄ブロックが鍵的なやつか。そしてここに鍵を持って開ければ、クリアしました。あんまり嬉しくないです。そしてここのチェストも開けておきましょう。ラピスか。ということで今回はここで終わります。次は次回か。今回も高評価が1000個いかなかったらタモリのモノマネします。勝手にしとけ。ではご視聴ありがてーごぜーな。